ワイダニ池岳墓所のシゲルの墓、池田シゲルは、幕末の大名。以前岡山藩九代藩主。岡山池家宗家十一代。イカイ君党は、十一位、君二党。日立三戸藩主、徳川成明の旧男として、天保十年、三戸藩江戸屋敷で生まれた。陽名はクロマロ。後成明より変記を授かって明九と名乗る。 カエ元年8月2日、推し藩主、松平忠国の養子となって、忠則に改名する。カエ3年9月12日、14位下民部大輔に助任する。同年12月16日、自重に任官する。安政3年12月16日、ため缶詰となる。安政6年11月23日、安政の大国によって、父の成明らが処罰を受けると、 幕府の顔色を伺った忠国により拝着され、水戸徳川家に復席する。文久3年2月6日、岡山藩主、池田義政の婿養子となり、池田治政と名乗る。同年2月8日、義政の隠居により、家督を継いだ。これは、当時の岡山藩で、尊能上位かただの尊能を行うかで反論が、まとまらなかったため、義政が藩主の江美王のの信言を入れて、 尊上派の名手的な存在であった、成明の子を家督につけることにより、反論をまとめようとしたためと言われる。藩主就任時に重四内将軍、徳川家持の返記を授かって、意味名を、茂政に改める。慶応3年10月15日、大政奉還に伴い、朝廷から、元終わり藩主の徳川義勝らと共に上落する、ことを命じられる。 王政復古の大号令後の慶応四年、十五代将軍だった兄の徳川義信追悼の勅命が出され、岡山藩も統制軍に参加するように命じられる。しかし、義信の弟である、茂げは兄を討つための討伐軍に加わらず、三月十五日に朝廷に対して、病を理由に引退、養子届を出し、家督を鴨型藩主であった養子氏の小生に譲って隠居する。 維新後は、壇上大筆に任じられ、農学の復興に努めた。明治32年、61歳で死去した。新後は五十武彦茂正命。墓所は、岡山県美前市間谷池岳墓所。明治5年までは、旧暦日付。ありがとうございます。